節分開示によりますと、唐という字には黒を尊ぶという意味があります。君子は教にして争わず、君して唐せずという孔子の言葉もあります。中国の伝統文化において唐、唐人には獣の友人となるというようなけなす意味が込められており、唐の結成は私欲を満たすことに結びつきます。近代の中国において共産党が出現し、勢いに乗り政権を奪い取ってしまいました。中国共産党は歴史が中国共産党を選択し、人民が共産党を選択しました。共産党がなければ新中国もありませんという言葉を絶えず人々に植え付け続けてきました。中国の国民が自ら共産党を選択したのか、あるいは共産党が私欲を満たすために国民に強制したのか、20世紀の中国の歴史の中から本当の答えを探してみましょう。清朝の終わりから中華民国の初期にかけて、中国は外国からの攻撃と内部の変革を経験し、社会は混乱していました。現実に不満を持つたくさんの仁愛ある正義の人々が、国を救い世を救おうという思いで中国にとっての万能薬を探そうとしていました。イギリス式がダメならフランス式、フランス式がダメならロシア式と劇薬の使用さえ惜しみませんでした。できることなら一日で中国を奮い立たせたかったのです。豪洋運動はその絶望感の産物です。無政府主義者、孔子の思想の破棄を唱える者、西洋文化の導入を主張する人、皆互いに譲り合うことはありませんでした。1918年、世界初の共産党がロシアで成立しました。全世界に革命を広める目標を実現するため、ソビエト共産党は1920年に第3インターナショナル極東書記局を設立し、中国を物色し始めました。暴力革命による政権の奪取というマルクス・レーニン主義は、国に報いる術をなくした若者たちの焦る気持ちと共鳴しました。こうして全く異質なこの異国の思想が中国にもたらされました。しかし、このロシアから招き入れたものが悪霊であり、国を奮い立たせた薬は猛烈な毒薬であるとは、中国共産党の設立メンバーでさえ思いもよりませんでした。5000年の文明を誇る中国に外国の悪霊を招き入れるのは容易ではありませんでした。中国共産党は共産主義思想を掲げて民衆と知識人を騙し、共産主義の私有性の否定とレーニンの暴力革命理論を持ち込みました。また工業革命を持ち込んで信仰を失わせ、それと同時に中国王朝制度の最も悪い部分を継承し発展させました。人口の共産主義世界を真理と信じ、熱き血潮が煮えたぎる、今こそ真理のために戦おうなどという完全に荒唐無稽な理念でもって、人と天の深いつながりや祖先とのつながり、さらに民族伝統の血脈も断ち、共産主義に身を捧げようと人々に呼びかけています。共産党の虐殺エネルギーはこうして増幅していきました。試験的に中国に持ち込まれた共産主義運動が他の理論を打ち負かして中華民族を支配できたのは、その残虐で邪悪な暴力と血生臭い本質があるからです。中国共産党の設立過程はまさに古今東西の邪悪の百科事典の様相となっています。設立過程では中国独特の9つの遺伝子、すなわち邪悪、欺瞞、扇動、闘争、
略奪、無頼、スパイ、殲滅、統制が絶えず出てきます。これらの遺伝子が歴代の指導者に伝承され、その手段と悪の定序は危機を迎える度ごとにますます強化発展していくこととなりました。中国共産党は自らを外来の宗教であることを認めています。その理論と実践、組織と資金も全てソ連から導入したものでした。ソ連の赤色帝国主義の東部戦略を実行し、逐一ソ連共産党の支持を受けていました。中国共産党は最初から売国政党でした。1921年7月、中国共産党が正式に設立されました。コミンテルンの中国支部として、中国共産党は1921年10月から活動費を受け取り始めました。中国共産党の内部資料によると、1924年から1927年にかけて、コミンテルンから毎月中国共産党に約2万元が与えられていました。1922年7月の中国共産党第2回大会開催時、党員は全国で195人でした。コミンテルンは中国共産党が努力をしないことを批判し、ソ連共産党が政権を奪取した経験に基づき、中国共産党員に国民党に加入するよう命令しました。国民党の力を借りて自らの勢力を拡大し、国民革命への参加に名を借りて民心を掌握する。これがいわゆる第一次国境合作の理由でした。ソ連の力を借り、国境合作の間、共産党は国民党の中で権力ある地位を次々と奪っていきました。国民党中央の部長級の中で、共産党員の譚平山は中央組織部部長、毛沢東は宣伝部部長代理、周恩来は候補軍事学校政治部主任兼学法所所長、林祖官は農民部長をそれぞれ務めました。さらに多くの共産党員が国民革命軍の各クラスの党代表となりました。このように国民革命に取り付くことによって、1923年に420人だった共産党員は1928年では3万人にもなったのです。国民党に加入した中国共産党員は国民党の規律に従わず、国民党を攻撃する言論を繰り返しました。そして約束を破って国民党の中で地下政党を作り、密かに共産党員を増やしていきました。1925年1月にはわずか994名の党員数でしかなかった中国共産党は、すでに中国の主導権問題を取り上げていました。もし孫文が死去していなければ、中国共産党の政権奪取の目標は蒋介石ではなく孫文であったでしょう。人類の天性は暴力を排斥します。暴力は人を狂わせ残虐にします。マルクス・レーニン主義の無産階級による暴力革命と無産階級独裁の理論は、強権政治と階級支配論を主張しています。無産階級の者は暴力闘争を手段として政権奪取を目的としているのです。共産党宣言では、共産党員の目的は暴力によって現存する社会制度を転覆することによって初めて成し遂げられるものであると明言しています。暴力革命によって古い国家機構を打破し、無産階級の政権を樹立すること、これこそがマルクス・レーニン主義の根本的な邪悪です。邪悪は、マルクス・レーニン主義の邪悪な悪霊が中国共産党にもたらした最も主要な遺伝子、邪悪の根源です。軍閥を解体し、人民が期待する恒久的な平和を回復するために、国民政府は1926年2月に北爆を開始しました。共産党は主導権を奪い取るため、全国の人民の願いや利益を顧みず、さまざまな陰謀を巡らして北伐を失敗させてしまいました。
1926年10月から1927年3月にかけて、中国共産党は上海で3回も武装暴動を起こしました。北伐期間中も共産党員は方々にチラシを配ったり、ビラを配ったりして、労働党のストライキを組織しました。中国共産党が各地で組織した労働党のデモ隊が毎日のように警察と激しく衝突したため、国民政府は軍隊を社会秩序の維持に振り向けざるを得なくなったのです。共産党は次々と敵対行為したため、国民党は共産党を徹底的に消滅することを決定しました。1927年4月12日、国民革命軍は上海の労働者のデモ隊を武装解除し、暴動を指揮した中国共産党の総本部である上海総工会を接収しました。こうして第一次国共合作は流血と殺戮によって失敗に終わりました。これがいわゆる蒋介石背信革命とか412反革命政変の真相です。国民革命軍が軍閥を正当している間、共産党は農村で農民反乱を扇動していました。1927年4月から5月にかけて、すべての権力を農民にというスローガンのもと、湖南省全域が政権奪取を目論む暴徒たちによる赤色テロに襲われました。中国共産党の領袖でありました李立山の父親が農民協会によって殺害されました。華健国民革命軍軍長の父親は農民協会の街頭デモにおいて批判され殺されました。北伐軍に所属する湖南省出身者の下級士官や兵士の家族でさえこの災難から逃れることができませんでした。その悲惨な状況は文化大革命の頃に人民が相次いで殺害されたのと酷似していました。これが湖南農民運動です。中国の農村には根を深く下ろした土地の収束制度がありましたが、これは共産党政権の樹立の根本的な障害でありました。農村社会はもともと地主から農民が土地を租借するという調和した関係がありました。地主は農民に農地を貸し出して農民を養い、農民は地租を払って地主を養いました。両者はある程度互いに依存関係にあったのですが、共産党はこの関係を階級対立、階級搾取の関係だと扇動しました。共産党は農村にいる部隊を利用して反乱を起こし、財産を奪うために人を殺して強奪し、革命の新秩序を打ち立てました。これまで社会からつまはじきにされていた部隊を、毛沢東は農村革命で最も勇敢で最も徹底した、最も固い革命への決意の持ち主と称賛しました。ブライト略奪は共産党の第二そして第三の遺伝子となりました。ブライを利用した反乱は共産党の伝統であると言えます。1871年、流れ者の無産階級の右往の州が反乱を起こしてパリを占領し、パリコミューンを設立しました。これが共産党の祖先であります。パリコミューンの暴動期間中、ルンペンたちは宣教師を殺害し、宮殿に放火し、建造物を破壊し、新聞を発行禁止にしました。彼らは後に政権奪取を最もロークなく直接かつ便利な手段としました。文化大革命の学習討論の際に、中国共産党は無頼は響きが良くないと思ったのか、無頼の無産者を無産者に統一しました。略奪は無産者を有産者に変えます。赤軍を武装させ、割拠させるためには、兵器弾薬、糧食、衣服に金がかかりますが、その調達に最も良い方法が略奪でした。赤軍は湖北省の西部一帯にある県の金持ちの各家庭から一人ずつ拉致して人質にして、その家族らに赤軍へ金を送り続けさせました。家財すべてがなくなってようやく死にかけの人質を返還しました。このような振る舞いは盗賊と何ら変わりありません。毛沢東は河南農民運動調査報告の中でこう述べています。
すべての農村で短期的なテロ状態を作らなければなりません。さもなければ農村の反革命派の活動を鎮圧することは不可能であり、ブルジュアの政権を打倒できないからです。革命中のやりすぎな行動は、実は革命が必要としているものなのです。革命、この言葉は共産党の中では良い意味を持つ言葉として扱われており、最も先進的で最も正義であることの代名詞となっています。共産党は数十年にわたって革命の名のもとに最も邪悪で最も卑劣なことをしてきたのです。1927年8月、国民革命軍団の共産党が機に乗じて南昌暴動を起こしましたが、すぐに鎮圧されました。9月には調査を攻撃する収集暴動を起こしましたが、これも鎮圧されました。それから中国共産党は党の支部を事実なぎに設立するという統制ネットワークを編成し、農村に局地政権を樹立しました。1930年10月、国民革命軍は軍閥の残党を掃討した後、広西、湖北、河南、安徽にあった共産党の革命根拠地に対して、4年間に5回包囲戦を行いました。1933年10月から1934年1月にかけての5回目の包囲戦で共産党は惨敗し、農村政権は相次いで失われ、根拠地も日増しに縮小していき、中央赤軍も逃亡せざるを得なくなりました。これがいわゆる2万5000キロの調整の原因です。中国革命の神話とまで言われる朝鮮は、実は中国共産党にとって最も惨めな歴史であります。いわゆる北上抗日も完全に恥知らずな嘘なのです。共産党が正しいと見せかけるためには、当然なことながら欺瞞を行う必要があります。欺瞞は中国共産党の第4の邪悪な遺伝子であります。当時、日本軍は主に東北と河北の平原地帯におり、主な戦場は北京、天津、そして山東省一帯でありました。中国共産党が泉北の高原地帯に行き、日本軍と戦ったというのは話が食い違っています。実は朝鮮の本当の経路は南と西です。中国共産党の中央赤軍はまず南の西省に逃亡し、赤軍の2軍、6軍と合流して湖南、湖北、四川、紀州の根拠地を建設し、割拠しようとしました。それに失敗すると、今度は川に沿って西北へ進み、革命根拠地を作っていた張国樹と交流しました。最後に、泉北に逃亡した時、中央赤軍の主力は8万人以上から6000人に減少していました。このことからも、その狼狽ぶりを推察できるでしょう。抗日戦争の最中、中国共産党は抗日を声高に叫ぶ一方で、ずっと後方にいて地盤を拡大し、部隊を大きくしていました。それに対して本当に抗日の前線にいたのは国民党軍でした。抗日戦争の戦場で命を落とした国民党軍の将校は200人余りにも上りました。しかし共産党の指揮官は誰一人命を落としませんでした。抗日戦争の間、中国共産党が本当に日本軍と戦火を交えたのは、いわゆる平型艦戦役と百段大戦だけであります。平型艦戦役においても決してこの戦闘を指揮した主力ではなく、ただ敵の補給部隊を待ち伏せしていただけでありました。中国共産党が大嘘をついている百段大戦も、中国共産党内部では党中央の戦略方針に違反し、後方での工作に多大な困難をもたらし、不利な影響を被らせたと評価されています。なぜならこれは中国共産党が壮大な軍事力を得るために抗日戦争を名目にして実は自らを拡張させるという方針に対して困難をもたらした戦役と評価されているからです。この戦役の指揮者の一人である報徳会八路軍副総司令官が文化大革命で粛清された際の罪状の一つとしてこの戦役が挙げられているほどです。中国共産党は抗日の旗を高々と上げて民心を得ましたが、実は日本の侵略者と裏で手を結び、国民党政府と対抗していました。
満州事変の後、中国共産党は全国の人民を扇動し、国民党の統治区内で労働者はストライキを起こせ、農民は暴動を起こせ、学生は授業をボイコットせよ、軍隊は反乱を起こせと国民政府を転覆しようとしました。抗日戦争開始時、国民党は170万余りの軍隊でした。一方、共産党は1937年11月に新しく編入した新四軍を含めたとしても7万人に足りませんでした。内部の権力闘争も絶えず、一度戦争が始まれば全滅させられる程度でした。そこで共産党は蒋介石と連合する過程で主導権を奪い取るために逃走すべきという方針を制定しました。この話は党内限定で実務において実現することとなりました。中国共産党の目的は機会を捉えて自らの実力を強くし、国民党を倒して漁夫の利を得ることにありました。1961年1月24日、毛沢東は日本社会党の黒田樹南国会議員と会見した際、こう発言しています。なぜなら、日本の皇軍が中国の大半を占領することによって、中国人民がようやく覚悟を決めて武装放棄し、たくさんの抗日根拠地ができた結果、解放戦争の勝利に有利な条件ができたからです。だから日本軍閥、彼らは資本を思いのままに作用して良いことをしたのだから、感謝するとしたら日本軍閥に感謝したい。道理で歴史学者たちが8年の抗日戦争によってようやく解放戦争の勝利で堅固な基礎が築かれたというわけです。スパイは中国共産党の5番目の邪悪な遺伝子です。中国共産党の神道、離間、瓦解、取って代わるといった実は権力奪取の必殺技でありました。西安事変がその典型的な例です。1936年12月、張学良と楊古城が西安で蒋介石を軟禁しました。これが西安事変であります。西安事変によって中国共産党は絶滅を逃れたのみならず、再び国民政府に取り付き、勢力を拡大しました。中国共産党の教科書には、西安事変は張学良と楊古城が蒋介石に一致抗日を迫った軍事クーデターです。中国共産党は対局を重視し、この事変を平和的に解決しましたと書かれています。しかし実はこれは共産党が画策したクーデターでありました。西安事変の直前、楊古城と張学良の身辺にはすでに多くの共産党員がいました。楊古城の夫人の謝保新は共産党員で、楊の軍政治部に勤めていました。彼女は1928年1月、中共党組織の同意のもと楊古城と結婚しました。楊家の乗客で後に外交副部長になった王変南は、コミンテルンが楊古城工作のために中国に派遣したものでした。楊と張の周辺の多くの共産党員が直接この軍事クーデターを起こしたのです。西安事変の当初、共産党は内戦時の恨みを晴らすため、蒋介石を殺害しようとしました。しかし、スターリンが日本の力を分散させてソ連に対する攻撃を回避するため、自ら中共中央部に手紙を書き、蒋介石を殺さないよう指示しました。中国共産党は国民党を凌駕できないので、やり方を変え、連合して抗日戦争を戦うという名目で蒋介石に再度共産党を受け入れ、いわゆる第二次国共合作を受け入れ、赤軍を国民政府軍から給料を得る八路軍とするよう脅迫しました。共産党はまず軍事クーデターを起こして蒋介石を弾頭台に立たせた後、手のひらを返して和睦を唱えたのです。中国共産党の狡猾な欺瞞は天下一品であります。3年間の内戦期間中、
中国共産党の情報戦線は蒋介石の身辺にまで及びました。国防部作戦部長として国民党の軍隊動員の権力を持つ劉以中将こそ隠れ共産党員でした。動員された軍隊自らが知らないうちから延安の共産党はすでに情報を得て作戦計画を立っていたのです。抗日戦争に勝利した後、中国共産党はその8年間に蓄えた力で国民革命の勝利の果実を摘み取りました。そして私欲のために国民党政府を転覆するいわゆる解放戦争を引き起こし、8年間の戦争の惨禍を経験したばかりの中国人民を再び戦争の苦難に陥れたのです。1947年から1948年の間、中国共産党はまずソ連とハルピン協定とモスクワ協定を締結しました。ソ連に国の権益と東北の資源を売り、その見返りとしてソ連による中共の外交上と軍事上の全面支持を得ました。協定の内容はソ連に東北の陸路と空路の通過権を与えること、ソ連に国民党政府と米軍の情報を通報すること、東北の物産、綿花、大豆、その他の戦略物資をソ連に提供して武器と交換すること、ソ連が中国の鉱物資源開発優先権を持つこと、ソ連が東北と新疆への進駐権を持つこと、中国でのソ連極東情報局設立権を持つこと、欧州で戦争が勃発した場合、中共が10万の援軍と200万の労働者でソ連を支援すること、このほか中共は遼寧、安東省、特別区を適当な時期に朝鮮に併合させることなどを承認するということでありました。もし中国共産党の内戦の軍資金が8年間抗日戦争で戦わなかったことによって蓄積したものや、あるいは国家の権益を売り渡して得たものであるならば、共産党の勝利は実は無数の人民の生命の代償なのです。中国共産党は人海戦術で知られています。両鎮、平津、絵海などの戦役では人体を武器、盾にする最も原始的かつ野蛮な非人道的な戦術を使いました。中国共産党はこれらを人民戦争の揚々たる大会と称しています。1948年初めの長春包囲戦の時、長春城内の食料を消耗させるため解放軍は中にいる一般民衆を一歩も場外に出しませんでした。その結果、2ヶ月間の間に餓死者、凍死者、場外逃亡しようとして殺された者など20万人もの一般民衆が命を落としましたが、中国共産党は恥じる様子もなく、長春解放は刀を血に染めることがなかったと嘘吹いています。このように中国共産党は残酷で狡猾、危険かつ悪辣な手段で国民党を大陸から追い出したのです。共産党宣言は階級対立と階級闘争の理論で、共産党の歴史観と哲学観を述べています。無産者はすでに存在する伝統的な道徳と社会関係を打破し、政権を奪取することを闘争の目的としています。共産党の哲学は闘争の哲学でもあります。闘争には恨みが必要です。もし恨みがないなら扇動して恨みを作り出します。扇動と闘争は共産党の第6そして第7の遺伝子です。白毛寺はもともと巫女であり、迫害の物語ではありませんでした。共産党の文芸工作員が脚本を書き直し、彼女を苦痛にあえぎ、恨み多き被害者にしてしまいました。さらに
王世人を彼女に敵対する存在に仕立て上げ、階級無人を作り出しました。この物語は後にバレエ、映画、演劇などに取り上げられ、階級への恨みを扇動するために用いられました。恨みを追って一部の人間を殺させるやり方は共産党の典型的な手段です。いわゆる 95% 対 5% の階級区別公式はここから生まれました。共産党は後の一連の運動でそれを十分に利用し発展させました。 95% の枠に入れば安全ですが、 5% の枠に落ちたら敵として攻撃されます。大多数の人はその恐怖から自分を守るために必死に 95% に入ろうとし、そのためには他人を陥れても構いませんでした。共産党の闘争は武力闘争のみならず、文化闘争も含まれます。毛沢東はこう言いました。革命は宴会ではなく、文章の創作でもなく、絵画や刺繍でもありません。革命は暴動であり、一つの階級がもう一つの階級を押し倒す強烈な行動であります。政権を取るときには闘争が必要であり、平和のときにも闘争が必要であります。1941年に中国共産党が延安及びその他の根拠地で展開した延安政府運動は、その後の恐ろしい粛清のモデルケースとなりました。政府の第一歩は個人の情報収集です。情報収集において人々は自らの出生後に知り合った人々すべて、参加したことのある社会活動すべてと、その時間と場所を書かされました。重要なのは活動に参加した過程における思想です。最も肝心なことは統制の検査で、主に思想意識、言論、活動における態度、日常生活、対人接触において、統制への違反行為がないかを調べました。文化大革命の自己批判を思わせますが、実際には政府運動は毛沢東が故意に党内の異論を持つ者を粛清するための洗い出し運動でした。政府運動の中で人々は残虐な拷問を受けて、嘘の供述を強いられたため、大量の冤罪が生み出されました。政府時代の延安は人間性の煉獄となりました。漢中文庫のある県の記録だけでも、清風の家庭で行われた拷問は24種類にも及びました。清風運動は最も恐ろしく、最も顽固で、最も残酷な権力ゲームでした。それは人類の文明、尊厳を冒涜し、人間性と領地を歪曲しました。緊張と恐怖の中で人々は公営と恥辱、そして自尊心を捨てました。残酷な刑罰と迫害により、人々は良心を捨て、友情を捨てたのです。当時の解放日報は、160人余りが懺悔し、280人余りが自白、190人余りが告発されました。十数歳の子供までもが、台上で自分がスパイであると白状させられました、と伝えました。また、軍委員会三極電気通信学校では、全校の 73% にあたる130人もの生徒がスパイの濡れ衣を着せられました。自分の生命を保つため、人々はもはや自分の観点を述べなくなり、共産党指導者の記録を覚えるようになりました。延安の清風運動は、この後の共産党のあらゆる運動の手本となりました。共産党は早期の段階からずっと集団絶滅理論のシステムを作り続けてきました。それは共産党の階級論、革命論、闘争論、暴力論、独裁論、運動論、政党論などによって構成され、あらゆる集団を絶滅させる際の経験の集大成となりました。殲滅は共産党の第8の遺伝子です。延安の政府運動と同様に、共産党が行う他のこともすべて絶滅であります。地主や資本家の財産の剥奪、
地主富農階級の消滅、農村秩序の壊滅、地方政権の強奪、金持ちの拉致、捕虜の洗脳、交渉資産階級の改造、国民党に対する浸透と瓦解、コミンテルンからの分裂と裏切り、党内の高圧的な政治、どれをとっても手加減をしません。これらはすべてその集団絶滅以上の基礎なくしては成し遂げられません。集団絶滅理論は人間性の思想と領地の根絶であります。ヒトラーの絶滅が人体の絶滅であるというならば、共産党のそれはただ肉体を絶滅させるだけではなく、思想と魂を絶滅させるものであります。度重なる政治運動はすべて全人民に対して行われる思想改造と魂の洗脳であります。集団絶滅は共産党の集団統治に有利なものであります。このテロリズムに対する統治の下では共産党を支持しないと滅ぼされますし、支持していても滅ぼされる可能性があります。滅ぼさせられるか否かは共産党の都合で判断されるのです。その結果、国民一人一人が常に危機感を感じ、共産党を恐れるようになりました。共産党が持つ邪悪の遺伝子と手段は全て統制というただ一つの目的のために存在します。統制は共産党の第9の遺伝子です。共産党の邪悪は全ての社会勢力の天敵となりました。共産党はその設立時から次から次へと迫る危機の中でもがき続けました。永遠の危機感が党を維持する集団の存在と権力を共産党の最高の利益となったのです。党の利益は党員個人の利益ではなく、また党員個人の利益の総和でもありません。それは共産党集団の利益であり、個人の意向よりも優先されるのです。統制は共産党の最も邪悪な本質の一つです。統制は人間性を飲み込み、領地を絶滅し、人間を強制的に非人間に改造していく能力を持っています。この優雅な調べの西北の民謡は皆さんよくご存知でしょうか。しかし、この籠の中から漂う香りは穀物の花の香りでもなく、綿花の香りでもなく、ケシの花の香りです。アヘンです。毛沢東は革命のアヘンと呼びました。1942年、経費を蓄え、内戦に備えるため、延安で大生産運動が展開されました。中国共産党中央政治局はアヘン生産委員会を設置し、任羊をアヘン主任に任命しました。彼らはアヘンを国民党が統治する地域で販売し、日本人が販売するアヘンとともに中国同胞を害したのです。コミンテルンの代表でモスクワのタス通信社のウラジミロフ延安駐在員が書いた延安日記には、当時の中国共産党中央政治局委員の党首の談話が書かれています。かつて我々は大きな車に食料を積んで送り出し、ほんの少しのお金を持ち帰ってきました。今では小さな袋にアヘンを詰めて国民党の統治区域に運び、大きな袋いっぱいの貨幣を手に入れています。我々はこのお金で鉄砲や大砲や弾丸を買い、国民党を叩きのめすのです。かつてアヘン主任であった任羊の生誕100周年の時、彼の統制は中国共産党によって十分に認められ、品徳高く、信念が固く、党の事業に限りなく忠誠を尽くした模範的共産党員であると評価されました。政権を奪取した後も共産党はさらに統制を発揚します。共産党は来訪のような党の工具やネジを作り出しました。
そして全国の人民に党の利益を守り、服従と協調を要求しました。共産党が統治する中国では、ただ党の利益だけがあり、人民の利益はありません。なぜなら党の利益は何よりも優先するからです。党の利益の前では、是非も善悪も正義も良知もないのです。共産党は統制によって党のすべてを統制し、民衆そして社会すべてを強化しています。統制は国家という皮をかぶり、一貫した C パターンと行動パターン、そして規範制度として強化されました。党の指導者から一般民衆まで何一つ例外はありません。数十年の強化を通じて統制の C パターンはすでに全国人民を自己洗脳し、邪悪への服従と協力をさせる自立規制を作り上げています。党は鋼のような党であり、鉄のキリスト統一された意志を持ちます。すべての党員は特殊な材料で作られた人で、全国の人民の行動は必ず一致しなければならないのです。共産党は自分の生命を持っている独立した生命体であります。党の指導者が必ずしも党の運命を方向づけるのではなく、党がその指導者の運命を決めるのです。中国共産党総書記の大多数はかつて反党分子として叩かれたことがあります。中国共産党公認の創立者陳独秀は工業運動の文化人で、彼は暴力を好みませんでした。彼は共産党員に対して、もし国民党内で共産党の正当意識を強化し、指導権に対して強い関心が集まれば、必ず革命の内部で緊張を引き起こすだろうと戒めました。彼は工業運動世代で最も激しい人物の一人で、寛容の精神があったが、右派・日和見主義者とされ叩かれた最初の人物です。もう一人の指導者である碧秀白は、共産党が自ら暴動を組織、闇雲に殺し、既存の政権を潰すためにあらゆる過激な手段を用いて、中国の社会の秩序を回復するために戦うべきだと認識していました。しかし彼は死ぬ直前に、私は決して烈士になりすまして死のうとは思いませんでした。自分は隊列から長い間離れていました。私のような文人が革命の政治舞台で活躍することは歴史の悪ふざけです。私は最後までブルジョア意識を克服できませんでした。結局無産階級戦士にはなれなかったのです、と告白しています。党の指導者である汪明は、コミンテルンの命令に従い、連合抗日を主張し、共産党の占領地拡大に反対しました。党の会議で、毛沢東と張冠天はこのような同志たちを説得することができませんでした。当時の赤軍の実力では日本の一個師団とさえ戦えない程度でした。身を捨てて義を取るという伝統文化の中で育った当時の文人たちの中で、毛沢東は沈黙し続けるしかありませんでした。汪明も最初に左派日和見主義者、後には右派日和見主義者とみなされました。胡耀邦は歴代政治運動の中の冤罪を晴らし、共産党への支持を回復させましたが、党内では叩かれました。張之洋は共産党を救うために改革を行いましたが失脚しました。共産党の相次ぐ新政権で何ができるというのでしょうか。本当に共産党を改革しようとすれば、共産党は滅びてしまいます。自分自身が生み出す力で自分自身を変えるには限界があります。それゆえ共産党改革など成功するはずがないのです。党の指導者たちは皆悲劇の末路をたどったが、党は頑として生き続けています。最も邪悪な時期には共産党の最高指導者までが敗退してしまいます。それは彼らの邪悪さが党の要求を満たさないからであり、最も邪悪なものだけが党の要求に合致するのです。
生き残ることができた指導者たちは党を統制したわけではなく、単に党を知り尽くしていただけに過ぎず、党の邪悪に従い、党のエネルギーを増幅させ、党を危機から救う手助けをしていただけなのです。だから共産党員は、天と戦い、地と戦い、人と戦うことはできても党とは戦えません。党の道具になり果てており、最高の境地は相互に利害し合うことだけなのです。共産党は暴力による恐怖と制圧を党の理論綱領、統制とし、党の最高原則は指導者の霊魂と化し、党の運営規制、党員の行動規則となっています。中国共産党設立の歴史を総合的に見ると、今まで分からなかった真相がはっきりします。中国人民が共産党を選択したのではなく、共産党が耳障りの良い嘘で無垢の人民を騙しているのです。共産党が自らの悪を横暴に押し付け、邪悪、欺瞞、扇動、逃走、略奪、無頼、スパイ、殲滅、統制という邪悪の遺伝子を頼りに、外来の悪霊を中国人民に押し付けてきたのです。共産党は労働者階級を利用するとき、労働者を指導的な階級、無産階級革命の先鋒隊などと称しました。しかし最後には労働者階級を徹底的に無一文にしてしまいました。共産党は農民階級を利用するとき、農民を貧民がなければ革命もないと言い、耕す者に畑を与えると約束しました。幸運にも土地を与えられた農民は、その喜びの数日後、合作家名の下で土地を再び没収されてしまいました。共産党は国民党に消滅させられそうになった時、中国人は中国人と戦わないと叫び、国民党の指揮に従いました。しかし対日戦争が終わると内戦を引き起こし、国民党の政権を倒した。共産党は民主化の支持を必要とした時には、長期共存、互いに監視し合い、密接な関係を築き、苦楽を共にすると唱えました。しかし、あらゆる反対意見や異なる思想は全て抹殺されました。共産政権は何ら他者とは共有できないのです。歴史の教訓はこう語っています。共産党のいかなる約束も信じてはいけません。いかなる保証も実現しません。共産党を信じた時点で、その人の命はおしまいです。共産党の血生臭さや狡猾さがなければ、その天下はありませんでした。数十年代、共産党は絶えず中国人民に災害をもたらし続け、数十年代、限りない苦難をもたらし続けてきました。共産党の残虐な行為、それは漢民族の大きな不幸であります。共産の束縛から抜け出すこと、それこそが中華民族の希望であります。
在荣辱，皆有因。请问局中人，谁在此谜中？清明，苍生归正。